皆さん、こんにちは。私、ゼロカーボンエネルギー研究所の小原徹と申します。それでは、私の講演、より安全で、廃棄物の少ない原子力システムについて、お話しさせていただきます。私、専門は原子炉物理学という分野でして、現在、主に2つの研究テーマで研究活動をしております。1つは福島第一原子力発電所の廃炉作業における民間安全に関する研究で、これは燃料取り出し、燃料デブリの取り出し作業の際に、臨界事故を起こさないためにはどうしたらいいかと、毎日起きた場合の安全性確保はどうしたらいいかということを研究するテーマでございます。もう一つの研究テーマは、革新的原子炉概念研究でございます。すでに原子炉というのは大型軽水炉という形で実用化されているわけですが、この研究では既存の原子炉概念にとらわれず、原理に立ち返り社会の要請に応える原子炉というのはどういうものかというのを、原子炉物理の観点から追求するという研究を行っております。具体的にどういうものを目標とするかということなんですが、例えば現在国際的に活動が行われております第4世代原子炉国際フォーラムでは、これからの原子炉の開発目標としては持続性、安全性と信頼性、失礼しました、経済性、兵器転用防止及びテロ対策といったものを達成する原子炉システムを目指すべきというような目標を設定しています。本日の講演の内容は、これらに関係するテーマで、より安全で廃棄物の少ない原子力システムというテーマで、お話したいと思います。で、はじめにこのより安全でということですが、原子炉の安全を考える上で、他のエネルギー発生装置と決定的に異なる点が2つございます。1つは放射性物質の発生でして、原子炉で核分裂反応を起こしますと放射性物質が発生いたします。環境への大量の放射性物質の放出はこれは絶対に避けなければならない。このためには原子炉内の放射性物質の閉じ込め性能をいかに確保するかということが重要となります。もう一つ重要な点は崩壊熱の発生ということでございます。崩壊熱という言葉は福島第一原子力発電所の事故の後、一般にも広く知られるようになりました。これは核分裂反応が終わってもですね、熱が出続ける、原子炉の炉心から熱が出続けるという現象でして、いかなる場合でも長期間除熱機能が確実に維持されて、この崩壊熱が除去される必要があるということでございます。まずこの最初の放射性物質の閉じ込め性能の確保については、たとえ1箇所閉じ込めが壊れても、大規模な放出に至らない設計にするということが有効であります。で、このためには、実際現在までに実用化されている原子炉はすでにそういう設計になっておりますけれども、閉じ込め性能の優れた固体燃料を少量ずつ個別に厳重に封入して使用するということが有効です。もう一つ崩壊熱除去の確保ですけども、これは例えば現在の大型軽水炉ですと、電源を喪失してしまうと崩壊熱除去を継続することが難しくなります。これに対処するアイデアとして、自然対流や放熱といった現象によって崩壊熱を除去するという方法が有効と考えられています。これはこのためにはですね、除熱性能に優れて、加圧しなくても除熱ができる、そういう冷却剤を使用すると。そういった冷却剤というのは、液体金属冷却剤が、こういった要件を満たしているというふうに言うことができます。で、次の廃棄物が少ない、より廃棄物を少なくするということですけども、まず原子炉の使用済み燃料、要するに廃棄物ですけれども、原子炉の使用済み燃料の特徴としては、もちろん強い毒性を持っております。強い放射能を持っておりますので、毒性は強いと。
ただし、発生する物量はですね、他のエネルギー発生装置に比べると圧倒的に少ないという特徴があります。一方ですね、放射性廃棄物の管理というのは、たとえ、発生する放射廃棄物のですね、放射能濃度が低くても、長期にわたって厳格な管理が求められます。このため、放射性廃棄物に関してはですね、できるだけ物量、発生量を少なくするというのが有効となってきます。この放射性廃棄物の発生量を減らすにはどうしたらいいかということなんですが、まず一つ目はですね、使用済み燃料の処理はしない、もしくは最小限にすると。これはですね、使用済み燃料の処理に伴って発生する放射性廃棄物の発生量を減らす、または発生させないという観点で、こういうやり方は有効となってくると考えます。さらに、少ないウラン燃料でできるだけ多くのエネルギーを発生させることができれば、使用済み燃料自体の発生量が減るわけですから、放射性廃棄物の発生量を減らすことができる。さらに、原子炉の出力密度を高くすることで、炉心が小さくなりまして、排炉の際の放射性廃棄物が減ることが期待できます。また、これは安全性のところでも言及したところですが、固体燃料を封入して使用することで、炉内の汚染が減り、排炉の際の放射性廃棄物が減るということが期待できます。こういった観点から、こういった特徴を有する原子炉の概念というのはどういうものかということを現在、研究しております。で、これを追った目的、こういった目標を達成し得る原子炉概念として、ブリードバーン高速炉というのがあり、現在それについての研究をしております。で、このブリードバーン高速炉というのはですね、原子炉の種類としては、ハード中性スペクトルの高速炉でして、固体燃料、それから液体金属冷却剤を使用するというものでございます。で、その特徴はですね、燃料に濃縮ウランとかですね、プルトニウムは必要としませんで、天然ウランまたは劣化ウランを燃料として使用すると。で、この劣化ウランというのは、天然ウランから濃縮ウランを作る際に発生する残渣でして、核分裂性のウラン235の割合が天然より低くて、通常使い道のないウランです。そういったものを燃料として使用する。要するに、ウラン濃縮は必要としないという原子炉です。それから、使用済み燃料の再処理はしない。再処理はしないんだけども、少ないウラン燃料で多くのエネルギーを発生させると。専門的には高燃焼度を達成するということですが、そういった特徴を持ちうる原子炉概念です。これによって、より安全で廃棄物の少ない原子炉を実現する可能性があると考えて、研究に取り組んでおります。で、このブリードバーン高速炉の概念例といたしましては、かつて行われた研究で、キャンドル燃焼炉というのがございました。この原子炉は非常に面白い特徴を持った原子炉で、核反応の領域がですね、自律的連続的に移動すると。それから原子炉内でですね、燃料の転換、燃焼が自律的に行われる。で、その結果として高い燃焼度、少ないウランでたくさんのエネルギーを発生することができるということが原理的に証明されているコンセプト、概念です。で、このグラフはですね、そのキャンドル燃焼炉を数値シミュレーションで解析した例なんですけども、こちらのフラックスと書いてあるのが、これは中性子フラックスの分布なんですが、出力の分布と考えていただいて結構です。それで、こちらの Z と書いてあるのが原子炉の炉心の縦方向、軸方向ですね。で、こちらの軸が半径方向、横方向です。で、はじめにこの原子炉では、上の方にですね、炉心の上の方に核分裂性のプルトニウム239を増加しておくと、ここの核分裂で発生した中性子によって、ウラン238がプルトニウム239に転換され、だんだん増えてくる。で、増えてくると核分裂連鎖反応がその領域で活発に起きるということが連続的に起きて、やがてこれ平行状態になって、この出力分布を維持したままずっと下の方へ移動していく。
原子炉の中で、ウランからプルトニウム転換と核分裂によるエネルギー発生が自律的に行う。で、この燃焼領域が燃焼波、波のようにですね、自方向に連続的に移動していくという原理による原子炉です。で、この原子炉は非常に優れた性質を、特徴を持っているんですけども、いくつかの問題のうちの一つとしてですね、このようにこう燃焼領域が下の方まで行ったら、ここにまた新しい新燃料、天然ウランか劣化ウランを投下してやらない。あと、こっちの上の方のですね、使用済み燃料をこう取り出してやらない。つまり、原子炉を輪切りにしてですね、燃料を投下したり取り出したりしなければいけないという点がありました。で、これは構造的に、まあ、今まで開発された原子炉とはだいぶ違うものですし、まあ、いろいろ構造上、難しいところ、難しい課題が、まあ、あるわけです。それで、まあ、キャンドル燃焼炉というのは、原子炉信頼の燃焼進行波により、高い燃焼度を実現する非常に優れた概念なんですけども、問題としては炉心を輪切りにして使用済み燃料の取り出しと新燃料の投下を行う必要があった。で、これは既存の炉心構造と大幅に異なる構造であって、まあ、構造上の課題が存在した。で、本研究はですね、新しい、まあ、このキャンドル燃焼の概念を生かしつつですね、既存の炉心構造を大きく変えることなく実現できる燃焼炉として、回転型燃料シャッフリングブリードバーン高速炉というのを私たちの研究室で考案しまして、まあ、その可能性について研究を行っております。で、このブリードバーン高速炉、回転燃料シャッフリングブリードバーン高速炉 RFBB がどういう原理に基づいているかといいますと、先ほどのキャンドル燃焼炉では、ここ燃焼領域、核分裂が活発に起きている領域があって、こちらに、まあ、未使用の燃料があると。で、この燃焼領域が徐々に炉心チップ方向に移動していって、使用済み燃料が増えていく。まあ、ここの棒は燃料集合体の質問なんですが、まあ、こういう構造になって、こういうような原理になっていたわけです。で、ここでですね、この燃焼方向をですね、横方向です。ここ真ん中に燃焼領域を置いて、ここに未使用の燃料の領域をする。こっち使用済みの燃料の領域。そうすると、この燃焼領域っていうのは、こちらの図で言うと、右方向に連続的に移動していく。まあ、キャンドル燃焼がこの中で起きれば、右方向に燃焼していくということが起きるわけですが、その時にですね、この燃料集合体、燃料棒をですね、波の動きと反対方向に同じ速さで動かしてやる。そうすると、この燃焼領域って常にずっと同じ場所に、こう、定在的に存在するようになってくるわけです。で、これをですね、さらにぐるっとこう燃料棒、燃料集合体を波の速さと同じ速さで反対方向にこういうふうに回転させるように動かした。そうしますと、ここの燃焼領域はこちらの方へ移動していこうとするわけですが、燃料棒が反対方向に同じ速さで動いてますから、燃焼領域は常にここに停在するような。そうすると、原子炉の中心付近に反応領域が、発熱する領域が停在するようになるというようなことが期待できる。こういう原理です。で、この概念ですと、今まで建設された、開発された原子炉のと構造的に、本質的に全く変わりませんし、まあ、発熱領域が一定、分布が変化しないということで、除熱という点でも非常に有効という概念となってきます。で、まあ、実際のこの解析の詳細については本日は割愛いたしますけども、まあ、これなどはその解析でなんですが、燃料の中心部分の発熱領域がほとんど変化しないということを表しています。で、その、この RFBB の特徴としては、炉内の出力分布が移動しない。それで、燃料棒、燃料集合体の適切な移動によって実現できる。で、すなわち、これまで研究開発されてきた原子炉デザインを大きく変更する必要がないということで、早期の実用化が期待できる概念というふうに考えております。で、じゃあ、廃棄物の物量がどれぐらい減るかということなんですが、
まあ、これは実は設計によってかなり変わります。でこれは単なる一例なんですけども、例えばまあ、こちらに書いてあるような条件でやった場合ですけども、同じエネルギーを発生させた場合の使用済み燃料の発生量、物量ですけども、軽水炉の場合を1とすると、RFBB だとまあ 40% 以下の物量になる。廃棄物の使用済み燃料の量が半分以下に低減できると。で、さらに、天然ウランの消費量という点でも非常に優れた性質を持ってまして、同じエネルギーを発生させた場合のウランの消費量を軽水炉の場合を1とすると、まあ、RFBB だともう 5% 以下の天然ウランの量で、同じだけのエネルギーが発生できるというような優れた特徴を持っております。でこの RFBB は既存の炉心概念とはそのまま使えますので、まあ、いろいろベースになる技術をもとに研究を現在と進めております。MS 型というのは金属燃料ナトリウム冷却炉心で、これは米国で実際に建設された実績のある、まあ、確立され開発された、すでに確立している技術と言っていい技術です。まあ、そういった技術をベースにした RFBB の研究を行っている。NS 型というのは、ベースのある技術としては窒化物燃料ナトリウム冷却高速炉技術でして、これは近くロシアで実証試験が開始される予定の原子です。で、NL 型というのは窒化物燃料なんですが、冷却剤にナトリウムではなくて鉛を使うというものです。で実はこういった高速炉というのはロシアで開発されてまして、すでに建設が開始されております。まあ、こういった技術をベースにした NL 型という型についても研究を行っております。さらに NLB 型ですが、これは窒化物燃料で鉛にビスマス強縮合金を冷却剤にするというもので、これは各国で開発が進められております ADS、加速器駆動システムで使われている技術です。で、このようにプルーブの技術をベースに、開発建設の容易な小型炉の研究を進め、速度の実用化を目指しております。で最後にちょっとこの高速炉ではなくてですね、すでに実用化されている軽水炉の技術を使った概念についても研究を行っておりますので、簡単にご紹介しておきたいと思います。これはオフショアフローティングニュークリアパワープラントというもので、沖合にですね、こういう浮体構造の中に、原子炉を置いて、発電させるというものです。まあ、造船基地で建設して、プラント設置場所を移動して沖合で経由と、まあ、そういうようなコンセプトです。まあ、これは米国の MIT で、まあ、検討された例ですけども、まあ、こういったコンセプトの原子炉についても検討しております。で、まあ、こういうプラントのメリットとしては、まあ、造船基地で製造するので、建設コストと時間を短縮して品質も向上させることができるですね。基本的にプラント建設に必要な土地が不要であるとか、それからあと沖合に設置することで、地震および津波による事故の恐れがない。さらに海洋ヒートシンクとして利用し、自然循環を用いることで完全な自動的放火熱除去が確実に行われる。まあ、たとえ電源が喪失してもですね、こういうようなコンセプトにしておくと、海水へ熱を逃がすことで、放火熱が、の除去が確実にできるということです。あとは沖合から30キロメートル以上の沖合にすることにより、毎日ですね、まあ、起きてはいけないんですけど、事故の場合でも住民の避難が不要であるというようなメリットが期待できる。まあ、こういったコンセプトの研究についても、まあ、これはまだ最近始めたところですが、研究を行っております。以上、本日私の研究室で行っている研究についてご紹介させていただきました。まあ、前半、まあ、より安全で廃棄物の少ないというのを目標にしてどういう考え方で取り組んでいるかをご紹介いたしまして、まあ、現在取り組んでいる RFBB についてご紹介させていただきました。それから最後、現在の軽水炉技術を生かした研究開発としては、浮体式原子力発電プラントのご紹介をさせていただきました。
まあ、いずれもプルーブの技術をベースにした研究を進めることで、早期の実用化を目指す、そういったものが可能なコンセプトを追求していきたいというふうに考えております。以上で私の講演を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。